い、皆さんこんにちは、トミプロレーシングです。今回も懲りずにまたナレーションを録音するというですね、やらせていただきますんでよろしくお願いします。前回の動画でですね、まあ、あのサビを、サビと戦う、今年は穴を埋めるっていうね動画上げたんですけど、結局あの後結構雪降ったりして、まあ、あのまま何もしないまま、4月になってしまったっていうのが本当のところで、ただねやっぱボディカバーね買ったせいか、あの本当あの後別に何もしてないんですけど、結構車綺麗なんですよね。ちょっとコメントに傷つきますかみたいなのがありましたけど、多分傷はついてると思うんですけどね。私のボロ車だとあんま気にならないですけどね、本当に、綺麗な車だと、気になるかもしれませんけど、今回は、タイヤ交換と、タイヤ交換したらポイント10倍で、そのポイントで鉢巻きを買ったので、その取り付けして、春のお出かけに準備したいと思います。今回履くのが185-4515、その前は195-5015、まあ、ちょっと調べた限りだと185-4515ってなんか何巻しかないらしくて、まあ、一応その難関を、ネットで買ったのを今回、取り付けして、あと前々からね思ってたんですけど、フロントに 25mm、後ろに 30mm のスペーサーを入れて、タイヤを出して面に持っていくっていう、まあ、面っていうかちょっとはみ出るんですけどね。ちなみにフロントなんかの多分私の年代だとピンとくるんですけど、バトルクラブかなんか多分このスペーサーって多分当時25,000円とか、まあ、3万はしないですけど結構高価なものだったと思うんですけど、それなんか大事に持ってたんでやっとね使える日が来たなっていうところですね。まあ、今回からねちょっとね多分画像を見てもらうと結構綺麗に映ってたりあまり変わらないんですかね。ちょっとねあの YouTube 見すぎて今までカメラとかさっぱり興味なかったんですけど、なんかやたらカメラに興味持ち始めちゃったみたいなところですね。一応、GoPro7 ってやつですかね、GoPro7 と、あと、パナソニックのなんか G8 だかってなんかね、まあこれも2、3年前のモデルらしいんですけど、ね、なんか安くなって、今買い時ですよみたいなのを YouTube でやってて、まあそれ見て買ったんですけどね、まあ10回払いですけどね、神さんにはまた言えませんけどね、またね、果たして私に必要かどうかっていうと、必要じゃないとは思うんですけどね。この鉢巻きなんですけど、実は買ったの2回目で、去年のオーラの時も一応貼って家を出たんですけど、貼って1時間ぐらいでですね、高速で飛んできましたんで、まああの洗剤つけすぎたっていうか、前の日に作業したんですけど、こうどの時点かちょっと気づかないんですけど、高速入って多分郡山の手前ではもうすでになかったですね。飛んだ瞬間は見てないですけど、
あのなけなしの5000円がですね、家から出て1時間程度で飛んでた、まあ、5000冊が飛んでたようなもんですけどね、取り付け2回目なんですけどね、前回は息子に持ってもらってつけてもらったような気がするんですけど、この日家に誰もいなかったので、一人でつけてますね。でこれ規制の線とかってなんか86用の線とかって書いてあるんですけど、その通り切ると TRD の R の方がもうちょっと下帯短いんですよね。なんかなんで一応それを無視して、下に裾を広げるように、つけてますね。あのなんか TRD 号かな、土屋の TRD 号とかなんかそんな感じでついてるんで、こっちの方がかっこいいかなと思って伸ばしてました。こんな感じでね、やたらこすって切れるは後で見ると、結局水泡が抜けないのか洗剤が抜けないのかわかんないですけど、近くで見ると綺麗じゃないですね。サビの穴埋めの方もね、やっていきたいと思いますんで、連休中ね時間取れれば作業したいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。